との記者会見、バカバカしいです。小池百合の話、聞くと胸クソが悪くなります。今の、その朝鮮人虐殺をめぐる史実について、知事は明確な態度をあまり示していないように、これまでの、都議会での答弁等ありますが、改めて、朝鮮人虐殺の史実についてのご見解、そして、まず、追悼文言関係でございますけれども、まあ、その、そもそもの認識ということで、ございますけれども、様々な研究が行われていることを承知をいたしております。もう一点伺います。関東大震災の朝鮮人虐殺について、知事はこれまでもさまざまな研究がありますとおっしゃっていますけれども、そのさまざまな研究の中には虐殺はなかったという研究も含まれるんでしょうか。さまざまな研究があるということです。靖国によく言っていた極右の父の娘であります。ゆりも極右です。朝鮮人を弔うことはできません。朝鮮人を弔うことはできません。あたいは選挙で都民に選ばれたのよ。文句があるなら都民に言ってちょうだい。いいわね。